こんばんは、ミラーママです。もう実はちょっと企画が取り終わってまして、説明をね撮影したはずやったんですけどまさかのカメラ回してませんでした。はい、申し訳ございません。ということで、ちょっと別日なんですけど、説明だけちょっと先にさせていただきます。今日の企画は、もしもペンの中身がふりかけだったらドッキリ、イエーイ。はい、ってことで、このね、みんながよく見たことあるマジックインっていうペンの中身が、ふりかけだったらミランはどういう反応をするのかっていうドッキリを仕掛けたいと思います。で、これもともと中がね、もうふりかけになってる状態で売ってあるんですよ。もうこれがめっちゃ面白いなと思って買いました。で、普通にね、これ開けると、もう普通に下向けたらもうふりかけがね出るようになってるんですよ。なんで、ちょうどその撮影した日が、生協の日だったので、生協のチラシをこう書いてるふりしながら、撮影しています。で、パッて見たら、コアンがいきなりそのペンをこう食べてたら、っていうミランの反応をちょっと撮っていこうかなと思います。喋ってるかちょっとよくわからないので、見てもらいましょう。では、何頼む？今回お野菜。うわぁ。うどん？あっ、それ麺使いたい。ん？ママ返してあげる。うん、これ待って、書いてからにして。これ使いたい。うん、ちょっと書いてからな。チョコいっぱいあるわ。食べたい。チョコでもお茶あるやん。お茶あらないよ。ほんま？うん、キッチンへテンポラうどん。うん、実ね、うどんスープをグーグーグー。トマトは？トマトもいる。トマトいるん？トマト食べない。え、あかんやん。でも白いとは言ってないよ。ハンバーグは？ハンバーグもいる。おろん、きつね、お肉。食べちゃった。ダメよ。出したらいい。ミランが出してる。ありがとう、大丈夫。ちょっと出してみて。もう飲み込んじゃったみたい。ミラも食べる？うん。それお絵描きするもんやで。そうやってガチガチって出てこい。出てこい。ちょっと待って。何？手で出して。
したの？舐めてみて。怖くない？はい、ドッキリでした。ここにカメラがあります。今日はママがペンを食べていたらどんな反応をするかっていうミランちゃんに対してのドッキリでした。本物のペンやと思ったやろ。これはね、ペンの形したふりかけでした。この中にふりかけが入っています。なんてやねん。ペンを食べてみて。ペンやねん。これほんまにふりかけやで。ご飯にかけて食べるね。ご飯にかけて食べる。うん、今食べよう。うん、じゃあちょっと待っといてくれる。ママお好きでした。ママちょっとふりかけのご飯かけてました。ママの全部取り返したいと思います。何取り返すの？ママの邪道。え？ YouTube ひっくり返しちゃったんですけど、ママ今ふりかけ中なんですよ。はい、じゃあみなちゃんかけてみる。うん、みなみがかける。かけてみて。はい、もっちょ、はい、もっちょ、もっと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 、よいしょよいしょ、もっと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 、よいしょよいしょ、もういっちゃおう、もういっちゃおう。全然出が悪いなこれ。もういっちゃおう。オッケー、いいんちゃうか。こんな感じ見えるかな、こんな感じ。じゃあ食べたい。うん、食べてみて。おいしい。おいしい。何の味する？卵焼き。卵焼き？これだし醤油なんですけどね。よかった。っていう、面白いドッキリでした。食べてる。これさ、なあ、ママさ、お仕事のさ、ところに持っていこうかな。ええよ。ほんでさ、ここのさ、なんかポケットとかにさ、こうやって刺しといたらさ、ペンやと思うやろ。今回のドッキリは大成功。イエーイ。引っかかった？あ！お水、お水。ふりかけやから大丈夫やで。